どうも、皆さん、こんにちは。チャクバスです。本日はですね、こちらのレボリュートありますよね。クレカからね、チャージしてしまうと、1.7%のチャージ手数料がかかってしまうということで、クレジットカードからね、チャージして利用するっていうのは、もうおすすめすることができないって言われてたね、このレボリュートなんですけども、 こちらね、2024年の5月にですね、チャージ手数料を一部撤廃するっていうことを発表してたんですよね。で、ずっとね、いつかいつかと、えー、来るのを待っていたわけなんですけども、なんとですね、5月の31日にですね、夕方ぐらいですかね、こちらね、とうとう発表になりまして、今回の動画ではこちらの内容についてですね、解説やっていきたいなと思います。ということで、こちらね、えー、結論先に言ってしまうとですね、 まあ、うんっていう感じで、今回ですね、チャージ手数料、クレジットカードからのチャージ手数料ですね、一部ね、撤廃はされるんですけども、まあ私がね、一番期待してたですね、アメックスから a u p a y p ペイドレボリュート、ANAPay っていうルートがあるんですけども、こちらをですね、まあ利用したかったわけなんですよね。ですけども、残念ながらですね、こういったね、a u p a y p ペイドカード、 あるわけなんですけども、えー、こちらに関しては、チャージ手数料は引き下げはされたんですけども、残念ながらね、撤廃まではいかなかったということで、非常に残念ですね。まあ一応ね、チャージ手数料ね、あの、撤廃されたルートもね、ございますので、ここら辺もね、紹介しつつ、まあどういった方がですね、今後ね、このレボリュートのルートで、ね、利用していただくのがね、おすすめなのか、解説ね、やっていきたいなと思いますので、 気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。はい、ということで、こちらね、レボリュートから来た Yahoo メールの内容ということで、公式イトがね、ちょっと見つかんないんで、こちらでね、解説させていただきたいなと思うんですけども、レボリュートマスターカードからの入金手数料の変更、チャージ体験をお得にお楽しみいただけますということで、いつもレボリュートを利用いただきありがとうございます。重要なお知らせのため、レボリュートからカスタムメール配信、希望されてない方へもお送りしております。日本 国内で発行されたマスターカードブランドのクレジットカードおよびデビットカードからの お客様へのレボリュートアカウントの入金にかかる1.7%の入金チャージ手数料を2024年6月11日より撤廃することをお知らせいたしますということで、こちらですね、マスターカードブランドのクレジットカード、デビットカードからのお客様への入金の手数料をま撤廃ということで、会社はね、2024年6月11日からって言ったがちに、 なります。で、変更内容ですね。マスターカードブランドのクレジットカードおよびデビットカードっていうふうになります。こちらに関しては、チャージ手数料1.7%が今ね、かかってるわけなんですけども、6月の11日よりですね、撤廃されるということで、マスターカードブランドのプリペイドから入金する際は、1.3%に引き下げっていたがちになるんですよね。いやね、ここどうにかね、 ゼロにして欲しかったですね。ですので、まあ、今回ですね、レボリュートへのクレジットカードの入金に関しては、マスターカードブランドであればですね、今後ね、まあ、非常にお勧めできるわけなんですけども、まあ、それ以外のですね、マスターカードのプリペイドとかですね、その他、えー ビザブランドのクレジットカードとかね、で7%継続でね、チャージ手数料を取られるっていう風になりますんで、今回ね、あの、手数料がね、撤廃されるわけなんですけども、なんでマスターカードブランドだけ撤廃されるのかっていうのが、まあ、ちょっとよくわかんないですよね。これは何かあるのか、まああの、ビザ、ビザからの手数料とかそういう関係があるのかちょっとよくわかんないんですけども、まあ、ここら辺詳しい方いらっしゃいましたらですね、 ぜひね、教えていただきたいなと思うんですけども、まさかね、国際ブランドで分けてくるとはね、正直思っておりませんでしたので、 クレジットカードで分けてくるのかなとか思ってたら、まさかのね、マスターカードブランドでね、分けてきたっていうふうになりますんで、まあ今後ね、ビザブランドに関しては、引き続き1.7%のチャージ手数料がね、かかるっていうふうになりますんで、いやね、非常に残念ですね。ですので、あの、決済修行とかでね、利用されたかった方は、まあかなりね、残念な内容なのではないかと思うんですけども、まあ、2024年6月11日よりということで、まだね、こちら、えー 開始ししししてててておりままませんのでだだ、ま、だねチャージよよううって思っ思いいる方もなにくさそれでは次に、え今回のね発表内容をちょっとまとめさせていただいたわけなんですけども、え各種マスターブランドのクレジットカード及びデビットカード。マスターカードブランドのデビットカードって何かありましたっけちょっといまいち思いつかなかったんで記載しませんでしたけどもえ、マスターカードブランドのクレジットカード及びデビットカードからのレボルートへのチャージはですね、今後ね、クレカチャージ。 手数料撤廃ということで、もうかからないって言った形になります。これはね非常に朗報ですよね。で開始は2020年6月11日より対応開始ということで、レボリュート何ですかって思ってる方いらっしゃるかもしれないんですけれども、このレボリュートっていうのはね外貨決済手数料、外貨事務手数料とかもねまあ名前で呼ばれたりするんですけれども。 海外でね、決済した場合にですね、日本のクレジットカードでね、決済すると、大体2%ぐらいのね、外貨事務手数料が取られるんですよね。まあ、アメックスの例で言うと2、2%ね、上乗せされた金額が日本のね、請求に上がってくるということで、まあ、そういったものがですね、レボリュートで決済すると、ほぼほぼかからないって言ったがちになるんですよね。で、またね、このレボリュートっていうのはですね、 カードでチャージした分はダメなんですけれども、銀行からレボリュートにチャージしていただいて、そのチャージしていただいたのを海外の現地でね、現金で出金することができますので、 これもね、一月2万五千まで無料会員でも利用することができますので、まあ私とかね、もう海外に行くときね、あの、現地の通貨とかね、持っていかなくなったんですけども、やはりね、現地で、あの、必要だったらね、あの、引き出すことができますので、まあこちらはね、非常におすすめです。無料で利用することができますし、まあ海外でね、現金が耐えすくね、2万五千までにはなりますけども、まあ引き出せるっていうふうになりますんでね。まあこういった感じのね、このレボリュートっていうふうになるわけなんですけども、 で、またですね、今回クレジットカードからのチャージ手数料は撤廃になりましたけれども、えマスターカードブランドのプリペイドカードに関しては、現状1.7%なところが1.3%に引き下げていた形になるんですよね。ですので、これがね、0になってほしかったんですけども、残念ながらね、0には ならなかったって言ったはになるんですよね。で、レボリュートにはね、もう一個大きな特徴があって、レボリュートってプリペなんですけども、プリペって普通、公共料金の支払いとか、月々の支払いとか利用できないですよね。ですけども、このレボリュートっていうのはですね、プリペ判定されないみたいで、クレジットカードじゃなきゃできないね、あの定期的な支払い。私も水道ガストがね、このレボリュートで今決済してるんですけども、クレカじゃないとね、支払いのような場所もですね、こちらね、利用することができますので、まあ、今後ね、マスターカード ブランドでねチャージ手数料無料になりますのでこちらでね決済修行がしたくてあのマスターカードブランド使えない場所でもレボリュートだったら使えるみたいなまあ、ビザブランドなんでねまあ、そういった時にですね利用していただくのはね結構いいのではないのかなと思いますで今回ですねまあ、マスターカードブランドのクレジットカードであればチャージ手数料撤廃されるっていう風になりますんで このね、レボリュートはですね、もう数少ない ANA ペイにチャージできるルートがまだ通っているんですよね。ですので、チャージルートをね、おすすめで考えると、まずですね、ANA のマスターカードを使っている方、で、またね、ANA のライフソリューションとかを狙っている方、まあ、この ANA のライフソリューションっていうのは、まあ、こちらになるわけなんですけども、 ANA のね、プレミアムポイントをプラスしてですね、年間の利用額積んでいただくと、えー、プレミアムポイントが少なくね、ダイヤモンドに到達できたり、まあ、プラチャーに到達できたりするんですけども、こちらを狙ってる方ですね、ANA のマスターブランドのクレジットカードからレボリュートにチャージしていただいて、レボリュートから ANAPay、ANAPay から楽天キャッシュで、 こちらで利用していただく。もちろん、この楽天キャッシュでね、投資新宅も購入することができるっていうふうになりますので、まあ、こちら月5万円までにはなりますけども、まあ、こういった感じのね、チャージルートを組むことができます。マスターカードブランドなんで、ここのね、チャージ手数料もかかんないので、非常におすすめですね。で、一つ注意点がありまして、このルートはですね、ここですね、アンドロイドしかね、ここは対応しておりませんので、このルートをね、利用できる方は、 Android のスマートフォンを持っている方のみって言ったがちになります。まあ、これ以外のね、あの、利用方法でも、えー、楽天ペイでね、1%還元で使っていただいたり、楽天ペイで請求書払いね、利用していただいたりすることができますので、このルートはね、非常に おすすめですね。またね、2 0 2 0年6月4日からですね、楽天キャッシュでの投資信託購入に関しても0.5%つくっていうのが発表されましたので、a n m マイル還元率としては、ここで1.5%還元が取れて、楽天ペイで使っていただければ1%、楽天キャッシュで投資信託利用していただければ0.5%上乗せになりますので、まあ、最大だとここで1%つきますんで、2.5%還元。まあ、a n m マイル還元率1.5%の楽天ポイント1%還元ですね。 で、利用することができるって言ったがちになります。で、iPhone の方に関しては、投資イタグをね、購入するルートはね、こちらになりまして、え、ANN マスターカードから <laughs> AU Pay プリペイドですね。こちらにチャージしていただいて、Apple Pay で1もしくは7個にチャージしていただきます。それで、えー、その対応したね、電子マネーでコンビニでね、楽天バリアブルカードを購入していただければ、こちらでね、利用することができるんですけれども、iPhone 使ってる方は、この aupayprepaid から applepay で anapay に流せますので、まあそのルートを組んでいただければですね、a n a のクレジットカードでここで一回使って、anapay で決済していただければライフソリューションダブルカウント入ると思いますので、iPhone の方でライフソリューション狙ってる方に関しては、このルートをね、ちょっと利用していただいて、こっからね、anapay に applepay でチャージしていただければ利用することができますので、まあこういった感じで利用していただく形になりますかね。 ま、この ANAPay に行った後はですね、ANAPay で、ま、あの、利用していただくのはいいんですけども、iPhone の場合はね、ここが通っておりませんので、ANAPay にチャージして、まあ、その後ね、ANAPay で、あの、普段決済で利用できる方はいいんですけども、ここからね、あの、楽天キャッシュに通そうとすると、Android のね、スマートフォンが必要になってきますので、まあ、この点だけね、ご注意いただければなと思います。 それでは次ですね、三井住友カードのナンバーレスのマスターカードを使っている方、またね、三井住友カードのナンバーレスのマスターカードのゴールドカードを使っている方ですね。 まず一般カードの方なんですけども、三井住友カードのナンバーレスのマスターカードは基本還元率が0.5%。先日ね、紹介させていただきましたマイペースリーブを利用していただくと0.5%上乗せされますので1%還元。で、ANA ペイ利用するときに0.5%還元なので、こことここで1.5%還元ですね。で、またね、楽天ペイで利用していただけばプラス1%。 楽天キャッシュで投資イ託購入していただければ0.5%還元上乗せということで、まあこちらもね、まあいいのではないのかなと思います。まあどちらかというとね、まあこちらで決済修行していただいて、ゴールドカードのインビテーションをもらって、ゴールドでね、できれば利用していただければなっていうところですね。一般カードをね、ずっと使っていただくと100万円でね、インビテーションもらえますんで、ゴールドカードになれば最大2%還元。まあこちら100万円までの利用になりますけれども、2%還元。さらに ANA ペー 使って0.5%還元上乗せできますので合計2.5%還元さら、まあ、に楽天ペイ利用していただければ1%還元とかね利用することができますのでナンバーレスのマスターカードのゴールドカードね利用して100万円利用していただくっていうのは非常にねいいのではないのかなと思いますまあこちらのルートはですねアンドロイドの方開通したっていうふうになりますのでこれはね今回の 海底でね、一番いい部分ではないのかなと思います。iPhone の方はね、別のルートが組みましたけども、Android の方はね、ルートなかったと思いますので、こちらね、かなりいいのではないのかなと思います。このね、あの、三井住友カードのクレジットカードはね、ここからね、直で ANA Pay にチャージできるんですけども、 ここでやっちゃうとね、還元なしになっちゃうんですよね。これが結構厳しい部分で、まあ、どっかね、踏みたいところだったんですけども、やはりね、このレボリュートから ANAPay 今通っておりますけども、この ANAPay へのね、ルートがね、今もうかなり減ってきておりますので、まあ、このルートがね、今回使えるようになったのは非常にいいですね。で、次に AMEX に関してなんですけども、一応ね、無理やりルートを組んでみました。こちらね、今回1.7%の 手数料が1.3%に引き下げになりましたので、まあこれでやるとね、まあお得になるのかっていうのをね、ちょっと検証してみたんですけどもえ、残念ながらお得にはなりません。ですので、まあ一応アンドロイドの方でね、このルートは組むことができるんですけども、やはりね、このチャージ手数料が1.3%、まあこれが0.5%ぐらいだったらね、まだ利用する価値あるかもしれないんですけども、やはり1.3%、1万円チャージしたら130円取られてしまいますんで、ここがね、やっぱりきついです。 かね最後のね、楽天ペイで決済して合計0.7%プラス、楽天ペイの請求書払いだと還元がありませんので、マイナス0.3%、楽天キャッシュで投資イ託でプラス0.5%もらったとして、合計0.3%還元というふうになっておりますので、まあこちらはですね、アメックスを使ったとしても合計してね、 あんまりお得にはなり得ないっていうふうになりますんで、もしね、まあこんな感じで使うんであればですね、android の方でアメックス使ってる方に関しては、まあ普通にね、あの、もうアメックスから楽天 e ディにチャージね、そのままえ通していただいた方がね、最後の還元そのまま取れるっていうふうになりますので、まあ一応ね、このルートは通っておりますけども、まあおすすめはね、できないって言ったがちになりますね。ですので、アメックスからですね、この外貨事務手数料のね、かからないレボリュートであったり、まあいいではね、チャージ したいい方ね非常に多いと思うんですけどもえ残念ながらですね、このルートを組んでえチャージ手数料を食らうか、もうアメックスの還元をなしにして、イディアに直でチャージしていただいて利用するか、もうね、あの全部忘れて、先日紹介したね、三井住友プラチナプリファードで3%還元でね、外貨決済でね、していただくか、どれかを選んでいただくって言いた形ちになりますからね。まあ本当にね、このルートがえ利用することがね、 あの、今回のレボリュートの改定で、まあ、ここがなくなればですね、このルートがね、復活するっていうふうになりましたので、これをね、一番期待してたわけなんですけども、え残念ながらですね、チャージ手数料はね、え廃止にはならず引き下げっていうふうになりましたので、まあ、この点はね、ちょっと残念ではありますけども、ま、あこちらはね、あんまりお勧めできませんので、アンドロイドの方は今まで通りね、どうしてもやりたい方はこっちで利用していただくのがね、いいのではないのかなと思います。 はい。ということで、今回ですね、レボリュートがチャージ手数料一部撤廃をね、発表いたしましたので、解説ね、させていただきました。まあ、結果としてはですね、まあ、本当にね、一部の方はね、結構いいのではないかと思うんですけれども、やはりね、アメックスを使ってる方からすると、ちょっとね、残念な内容でしたよね。いやね、まさかね、チャージ手数料引き下げになるとはね、 えー、思いませんでしたね。A.V. プリペイドね。これを利用するっていうのはね、ちょっと難しい感じですかね。まあ私のね、スタンツとしても、やはりね、まあレボリュートはね、あの、現金を出金することができますので、まあ今後もね、あの、現金を銀行から振り込んで、現地の ATM でね、出金に関しては、まあ利用させていただくかなっていうところなんですけども、まあ私もね、マスターカードのブランドの三井住友カードって保有しておりませんので、 なんかあったかなまあ、アマゾンマスターとかはね、持ってたかもしれないですけども、まあ、今回のね、こんな感じの発表であれば、たぶん、今後もね、まあ、三井住友のプラチナプリファードね、そのまま決済して、外貨決済3%取っていこうかな、なんていうふうに思いますので、まあ、ちょっとね、こちらは残念ではありますけども、まあ、レボルートの発表ね、こういった感じになりましたので、保有されている方はぜひね、覚えておいていただければな、と思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に,に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、 インスタグラム、ライン公式アカウント。最近ね、ライン公式アカウントで TPC 診断、マイル診断、マイルクレジット、ポイントサイト診断ね、こちらから無料で利用することができますので、ぜひチェックしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。